山口春代、意外な事実が判明し、オタクから好感度が上がる。ブログにて平方と遊んだことを報告し、昔遊戯王をやっていたことをさらっと告白。これにオタクたちが反応、春代ちゃん昔デュエリストだったのかよ、遊戯王知ってること自体偉大だった笑い。平方と日向坂チャンネルでポケカやってほしいわ。遊戯王やってたの意外すぎる。俺も遊戯王好きだから好感度クソ上がった笑い。遊戯王やってたの好きすぎるわ。お兄ちゃんの影響とかかな。女性で遊戯王は佐野日向子以来に聞いた W。パル遊戯王やってたの良すぎるわ。昔遊戯王のアプリやってるってトーク来た気がする。カードの方でもやってたのか。春代遊戯王やってたのか。社祖性とか使ってたのかな。乃木坂でもポケカ開封の再生強いし、ポケカ始めたなら日向坂チャンネルで開封動画みたいな。